はい、えー、即課塾の久保です。最近のね、政府発表を見てみると、なんか国民生活支援として、やっぱり現金給付あるんじゃないかなって気がしてきました。まあ、もしかしたらあるのかもしれないな。まあ皆さんどう思ってるのかね、これからコメントを一緒に読みながら考えてみたいと思います。じゃあ、いつものようにね、画面を切り替えていきます。はい。はい、えー、まずはね、タトルくんですね。 一万円でもいいから出してほしい。まさにその通りでございます。もう一万円でもいいからね。やっぱ配ると安心ですよね。えー、スエちゃん。えーっと、久保さんこんにちは。何か特別定額給付金の署名を集めてるらしいのですが、それと同時に500円を寄付してくださいとのことです。怪しいですね、と。まあそういう人もいるでしょうね。あの、署名集めって同時にお金を集めるパターンもあるんですよ。まあですんで、ご自身があ信じられるところにね、 預ければいいいんじゃないですかねお金をまあもしくは無料で集めてる署名もありますんでそちらの方にどんどん出していきましょうツイッターでトレンドに上がるあれも署名みたいなもんですからねはいえー青野靖子さん「もらえるないの10万でも20万でも欲しいよ早くくださいよ国民のために一律お願いしますよ」ということでございますまあ段階的に出るのかあ緊急事態宣言が出てる地区だけになるのかその辺は分かりませんけどもなんかねちょっと出るような気がしますね引き続き訴えかけていきましょう 林さん、大倉さん、第4次予算案を出して給付金を配ればいいと思います。第4次なんですけども、時期的に多分第4次はないと思いますけども、うん、ただどっかからね、なんか捻出して出そうな気がしてきたなって、まあ、気がするだけですけどね、すいません。えー、m、MM、さん、人の動きを一旦止めなきゃダメ。一律給付と困窮世帯に追加給付。日本国民なんも、日本国民、日本国民誰も死なせない、そんな破棄を感じられない、ダメ総理。 うんまあ、あの、気合いは感じないですよね。なんとなくね、事務的というか、官房長官みたいな総理ですよね。はい、えー、なるせさん、国民の皆様諦めるな、給付金を諦めたら給付金出ないぞ。その通りでございます。その通りです。その通り。その通り。腐ってる暇はないですよ、我々は。はい。おまたただしさん。おまたただしさん。<laughs> 今、家賃が払えない状態、早く給付金20万ください。はい。これもね、 コメントいいただいて私も国会議員さんに届けますけどもだしさんご自身でもね是非、えーえー、官邸にメールするなりね、えー、地域の自民党野党事務所に行くなりして訴えかけてみてくださいお願いします早く給付金を出してください今無職で仕事してません 無職か、仕事、大丈夫かって書いてますけどね。私もちょっと心配です。えっと、給品が出ても一瞬のことですからね。うん、やっぱり、収入源は基本的には自分で何とかしなければならないので、やっぱり一瞬ですからね。えっ、ー、と、わ、わ、い、なに、いん、相変わらず隠居能のバカ垂れやなと。 まあバカたれですね結構ね、えー、まあバカたれにはねコメントを書いたら <laughs> バカが映るんでやめた方がいいですよっともっとねあの意味のある動画を見に行った方がいいと思いますはいありがとうございますあ中野千年さんをご無沙汰でございます今国民を納得させるのは定額給付金を20万くらいを出した方がいいと思います飲食店ばっかり支援するのずるいし、えー、飲食店は20時を超えても営業を続けてるし給付金詐欺と一緒のことやんああこれはね なんとも言えないですねあの飲食店に納品してる業者さんとか納品するためのトラックの運転手さんとかそれから、あのー、納品するストックを置いておく倉庫の方とかねそれをおまあ何て言うか警備にあたる警備の会社とか本当裾野が広いんですよねだから飲食をお保護するってことは要するに食べ物を食べない人って日本国民誰もいないんでこれね結構 こうね、あの、給付案としては、まず飲食関係の人を保護するのは、そんなにね、悪いことではないかなと思うんですよ。特に、飲食店にお勤めになっている方っていうのは女性が多くて、その女性の自殺が、この秋多かったんでね、えー、私はこれは、飲食店からスタートして、そしてどんどんその広げていくっていうのは、うん、まあ、一度にできればね、一番いいんですけども、全員にできれば一番いいんですけどもね、まず飲食店から、飲食店さんっていうのはね、普段から、給料が安いんですよね。 で、経営者もあんまり儲かんないんですよ。なのに返済額が大きいですから、飲食店さんなんて言ってみれば、あの普段からリスクを抱えながらやってくれてるんだろうなと、あの飲食店をね、20店舗以上潰してきた私がね、ちょっとひいきめに <laughs> 言ってますけどもね。はい。えー、でも、そんな風に感じました。すいません。はい。えー、ちょいンさん。久保さん、こんにちはあ。政府小切手で出す方法はないのでしょうか政府がいつも給付金出すまで時間をかけるのがイライラします。ケロリンパということですね。えー、私たちが選んだ政権が、 こんな、もたもた行動してますんで、今度はね、自民党じゃないところに入れましょうね。まさちゃん、えー、自殺の声届けてくださり、本当にありがとうございます。自分も微力ながら諦めずに声を上げ続けていきます。まさちゃん、ありがとうございます。協力していきましょうね。なんか、隠居のバカのとか言ってね、コメント書く人もいますけども、ああいうコメントってのはね、本当に役に立たないんですよ。まさにね、こうやって励まし合うこととかね、お互いに認め合うことが、私たちの おーいろいろな困難に対する突破口だと思うんですよ。何かをやろうとしてる人にね、石を投げたりね、貶めたりとかして全く意味がないですからね。えー、マサさんさんの励ましに、もう私も元気いっぱいです。ありがとうございます。えー、はい。じゃあ、深堀さんですね。えー、菅総理、国民のためにもっと前向きに行動しないと。お見まで国民に10万円給付の話が出ているようなのに、<laughs> 菅総理は、困窮者、貧困者のことを、今は一番に考えること。 コロナ感染も増え自殺者も増ええー、困窮者貧困者をこのことをトップとしてテレビで説明する責任は絶対ある私も思います二階麻生西村田村国民の現実をよく見て判断すること厚生労働大臣もいまいちねちょっと無責任ないような気がしますねまさちゃん国民一律給付でないと不満と分断を生むのは間違いないもう既に生まれてるような感じですけどもねこれ以上ね 不満と分断を生まないように。私がこうやって動画を作ってても、こうやって批判コメントをね、なぜか上げる人がいるぐらいですからね。隠居能とか言ってかね、何なんですかね、それはね。どっかで覚えてきた言葉なんでしょうかね。はい、えー、新次郎さん。 特別定額が給付に声が上がらない件ですが、60代以上の方々、YouTube を見ることはできても、例えば NPO の方が言ってる署名集めにどうやって参加すればよいかタップすらまともにいまいちわからない、なんて方々がものすごく多いのです。田舎の Wi-Fi 設備が整ってなかったり、自身が参加署名できることも知らなかったりです。一概に皆さんが給付に声を上げないのではなくて、どこへ声を上げていいのかわからないということだけではないでしょうか。ある事情で、区内パトロールして年配方の声を聞きますが、ほぼ全員が 年金受給者をもらえないんでしょ、しうなんて言います。世の中に特別定額給付金が浸透していない証拠ですね。伝える手段が欲しいということなんで、新次郎さん自身も YouTube だけでなくていいです。回覧板を自前で作ってもいいじゃないですか。ご近所の方にチラシを配ってもいいと思うんですよ。やれることをかなりあると思うんで、できてない現状を嘆くんじゃなくて、自分にやってないことをやっぱりね、お互いに気づいて、例えばね、こういう、今回すごくいい聞き取りしてますよね、こうやって。 うん、じゃあ、聞き取ったのと同時に、えー、QR コード付きのとは言いませんけどもね。えー、まあその方、まあこうやってコメント書いてくださるのもすごく大事なことなんですよ。うん。でもやっぱり私の手の届かないところもありますし、えー、この年金受給者、高齢者の方は、YouTube に対して情報を取りに行くとかね、なんかできないことも多いと思うんですよ。 じゃあその、できないことに対して、その手の届かないところに対して、誰かが橋渡しができませんかってこともね、私の動画発信の意味でもありますんで、え、やっぱお互いにね、できることをどんどんやっていきましょう。もちろん現状は100%行き届くことはないと思います。それはね、 テレビで放送してもテレビを見ない世代もいるわけですから、テレビで放送しようが、それからインターネットで放送しようが、誰かを漏れるんですよね。だから繋いでくれる役が必要なんですよ。その繋ぎ役に、今この動画をね、見てくださっている方、一人でも多くなっていただければ幸いです。新次郎さん、あ、新藤さんありがとうございます。ギブミ再給付、アゲンプリーズ。私も同じように思います。聞きたいことがあるんですが、援助金国民が返したら、そのお金どこに行くんでしょう。税金に消えるだけです。あの、国庫に消えるだけ。あの、国庫にね。 えー、だから全く意味がないです、えー、金野政さん利権で私服を肥やしたりするようなあ政府官僚は役職の有無にかかわらず交通費接待費を経費として計上しない自己負担化して年俸すらコロナが鎮静完了するまではたったの1円に固定賞与も500円に固定すべきでしょう、うん、まあこういうね考えもありますうんだけど国会議員の方がお金をたくさん持ってることによってそれをね使ってくれれば問題ないんですよ月給が200万ぐらいあってもそれをね もうその月のうちに全部使ってくれればそれはあの需要と供給のバランス取りできますからねだから国会議員の方が高級料亭使うことによって高級料亭がやっぱりこうどんどん消費活動をしてくれたりとかね売り上げを上げたりとかしてくれて納品業者も喜ぶみたいな図式があるのことはあるんですよねまあ私たちは高級料亭なかなか行けないんでただ悔しくて見るだけなんですけどねただこの意見は非常に国会議員の方には胸に刺さる言葉じゃないかなと思いますやっっぱりねねいただててるだけの仕事をしろってことですよ、ね ポリポリさん、えー、菅総理の支持率30%まで低下しましたね、さすが菅総理うん。本当はね、支持率が上がるような政策を打ってほしいんで、支持率が下がることを一方的には喜べないんですけども、要するに支持率が下がってるってことは、私たちがね、リーダーを信じてないってことなんですよね。うん、まあ、信じているようなことは何一つしてないといえばその通りなんですけども、自分の乗ってる船の船長が、ダメだってことで喜べないんですよね。 やっぱり、なんか沈没しちゃいますからね。はい。い桜さん。私も金が欲しいようできれば20万できれば30万。待ったなし、すぐ早く配ってください。バカ野郎<笑><笑>はい。気持ちわかります。万くんさん。10万50万の間違いだろうと。飲食店だけほいほい金渡して、1日8時に閉めるだけで6万かける30日で180万。バカなの。国民舐めるな、ということでございますけども。やっぱり順番ですからね、これはね。うん。だからまずは飲食店からなのかもしれませんけども、これどうなんですかね。 あの不公平っていうのは必ず存在するんですよどんなやり方しても例えば国民全員一律10万って言ってももういらない人もいればの足りない人もいるんですよね10万を一律にあってもだから一律ですら不公平なんですよでそうなると,一人,との一人一人の状況に合わせってことになっちゃいますけどもまあそんなことしたらね本当に100年かかっちゃうんでまああの 誰かかが受け取っってくれればいいのかなと私は思っちゃうんですよねあのマークンさんには申し訳ないんですけども飲食店にお金が渡れば私はとりあえず飲食店がね存続してくれれば自分はもしかしたらね何ももらえないかもしれないけども飲食店さん良かったねーでなんかそういう気持ちになるんですよね私はねお人よしなんでしょうけども自分がもらえなくても誰かがもらえたらああ良かったって思っちゃう方なんですよねまあこれからもコメントねお願いしますえーとこの小笠原さんですね10万円再給付は なんか、絶対ないと。仮にも何もあるわけないと。近畿財政がは口が、口は出せるがもう追加給付は一切出せない。日本が褒美でもねえだってこと書いてます。内閣でも変わらない限り追加給付はない。まあそう考えてもいいんじゃないですか。うん。どういうふうに考えてもいいと思うんですよ。ただね、あのー、私の動画ってのは、この意見を書くために動画出してるんじゃないんで、もしね、あの、気が合わないようでしたら、あの、ぜひね、あの、給付金出ないよっていうふうに、固く信じてる人の YouTube を探してそこで、 コメントしてもいいんじゃないですかね。ダイキンさん、根拠はって書いてます。まあ、根拠求めなくてもいいですよ。うん、誰かが言ったとか、どっかに書いてあったぐらいのもんですから。で、えっ、ー、と、ダイキンさん、根拠も何も現実を見るを給付するわけないだろう。<laughs> 給付はでも起きてますよ。ね、小笠原さん。給付は起きてるんです、今。<laughs> 起きてるんだけども、全員に言ってないってだけなんですよ。うん。えっ、ー、と、ダイキンさん。 えー、それが根拠。ああ、でも潰し合いはやめてくださいね、大金さんね。あの、そういう口論する場所ではないですから。あのさ、久保さん自身も一時休は必ず出る前提の活動でないので。そうなんですよ。ないと思ってやってるんですよ。<laughs> 出ないから出してほしいから出してほしい人がたくさんいますから、活動っていうのその、そのとりです。よく分かってくださってます。あなたがそう考えるのは否定しないよ。そう、そうなんですよね。自由だから。さあ、ただ、久保さんの活動また自由であり、休金活動してる人も自由。そこ忘れないで。そう思いますよ、本当に。正しいです。<laughs> ね、52人何歩活動したり一円も出ないよ、残念。出る前提で活動しても無意味、時間の無駄。いや、これが、ね、好きだからやってるんで、時間の無駄じゃ全然ないんですよね。<laughs> 全然 <laughs>、疑問。なんか、これやりたくてやってるんですから。はい、次、大金さん、抗論はやめてくださいね。出ないと思ってて、なぜ久保さんの動画に来てるの言われなくても勝手にやらせてく <laughs> その通りなんですよ。正しいだけにね、あの、小笠原さんがね、反論できなくなっちゃいますから、追い詰めないようにしてあげてください。 お気遣いありがとうございます。無駄と判断してないから活動してる。結果出なくても活動することが無駄と思ってるその通りですよね。あなたから見たら無駄な時間使った。あのね、ボーリングに興味がない人はボーリング一生懸命やってる人に時間の無駄だって言いますけども、で、マージャンが大好きな人はいるんですよ。で、マージャンが全然興味がない人はマージャンやってて時間の無駄って言いますし、まあ、結局ね、自分の人生以外は全部時間の無駄なんですよ。まあですんで、小川さん、気が合わないようでしたら本当にね、時間の無駄じゃないものに時間使った方がいいですよ。もしかしたら、こういったところにコメントを書いて人をやっつけることが、小川さん 時間のの無駄じゃなないい使い方なかもしれませんけどね出ないもんあたかも出そうに動画出すことに疑問を感じるから <laughs> 絶対出ないってこれほど言ってるのにこの人はねちょっとねうん困ったもんですね収益化意識し金のために投稿してるしかもあのね収益化ってね あの、2円とか3円ですよ。<laughs> 全然、YouTube の仕組み、まあいいですよ。あのね、どう思ってもいいですよ。<laughs> それは毎日何本も動画出し、CM ついてるから金は入るやろ。<laughs> それがなぜ気になるのあなたが考えられ逆に給付金は絶対出ません。これで動画出す。<laughs> 面白いですね。それにいくら収益上がかる知らないけど、クオータの本気は別にあります。YouTube はコツいや、まあ私ね、収入別にな、隠 <laughs> 居ですからね。あ、池田さん、えー なんて考えても100%でないよ。その根拠は万が一だとしてもほとんどの人がまた預金しちゃうから。麻生と財務大臣が反対するし、本当にお金困ってる人なんで1割かよくて2割。逆のことを言えば8割の人はお金に困ってない。だからみんな貯金する。給付金は預金をするために支給してるわけではないでしょう。お金を使って経済を良くするために支給するんだけど、みんな貯金をするから二度と給付金は支給されません。以上。そういう考えがあってもいいでしょうね。きっとね。で、えっ、ー、と、口論が好きな人がだいぶ集まってますね。だから、 出ないから出る可能性がありそうな動画投稿するのは迷惑だって言ったんです。いや、あの、絶対出ないってことを前提にやってるんですけどもね。だから見に来ない方がいいですよ。私の動画なんて。本当に。な <laughs> んなんですよね <laughs>、うん。なんかね、誰かを攻撃したくてしょうがない人がね、こう並んでしまったということでございますね。はい、えっ、ー、と、松岡さん。先生、また明るい動画ありがとうございます。こういう捉え方もあるんですよね。えー、自分国民一律給付、またあ生活保護見直し、えー、お目指し、鑑、え、定、ー、メールをします。そうですね。なんかやっていきましょうね。 えー、久保さんいいつもありがとうございます藤田さんという方が特別定額給付の署名を集めてすごいですねやっぱりねこういうふうな動画をどんどん出してるとこういうふうなことをする人も出てくるんですよすごい前向きじゃないですか私も署名したいと思います魅力ではありますけども 動かなければ始まらないと思いますということで給付金が出ないという方はもう出ないと思ってね、あのー、仮に出るようになっても絶対受け取らないでくださいということですね10万円いや40万でしょう国民をさんざん渡したペナルティー分が計上されていない1日遅れることにペナルティー1万円でしょうそれに10万円じゃ経済回らないうんそうそう40万円を3回一時給付お願いします申請お願いします生活保護も収入収入確定しなければ嬉しいですはい ポスト、菅の官僚が決まったのですね。えー、総理は山太郎。<laughs> はい、えー、厚生労働大臣は尾身会長。えー、財務大臣は三橋先生。いいですね、三橋先生ね。えー、ぷよぷよ丸さん、おって書いてますね。で、最後が、あよしよしさんですね。ほんとほんと早く出しをしな。この前コンビニで若い、えー、女の子がおにぎり一つ万引きで捕まってた。本当ですか。バイトもなくなって食べもなくて気の毒ですね。う いやー本当にね、あの皆さん、本当は集まっていただきまして、ありがとうございましたあ、こういうふうな集まりがあるってことが、やっぱ素晴らしいと思うんですよ、一部の方を除いて、私たちはもう無,無理かもしれないけども、あの思いを一つにして、なんとかね、菅総理をはじめとする政府関係者に、私たちの窮状を訴えてね、そして給付金が出るようなその活動に持っていってほしいなと思ってるんですよね。 えやっても無駄かもしれませんけども、じゃあ他に有効な手段があるんだったら、それを教えてくださいと。ね。それをやりますから。ないわけでしょうん。ないわけですよね。私はあるんですよ。私はあるんですけども、ただ、ビジネスでお金を稼ぐとか、投資でお金を稼ぐってのは、やっぱりね、なかなか生活、行き詰まった方に、うん、進められる方法ではないんですよ。うん。だから私たちは、できる範囲でやっていく。何か希望があるんだと。行動できることがあるんだ。それだけでも、一つのムーブメントを起こせると思うんですよね。 うん、私が思うのはただそれだけです。で、今日の時点でも同じことを思いますけども、希望はありますけども、現実は、給付金は出ないんですよ。予算はどこにもないですから。だからそれはね、小笠原さんの言ってる通りなんですよ。だから出ないから、出すために何をするってことを私はテーマとしてやってますから、あの、これ再生数稼ぎとかね、なんかそういうチンなことを言う人もいますけども、いや、これね、仮にこの動画がね、1万回回回ったとして、いくらになるかわかります <laughs> 言えないんで言いませんけども、そんなね、 お金目当てにやるような労力は、ね、本当ね何て言うのかなあのー、まあでもねいろんな捉え方がありますからねそれも自由でございますそしてコメントは別に迷惑じゃないですただコメント欄で、あのー、いがみ合わないでください私たちはお互いに助け合うことはね私もうん奨励しますけども潰し合うようなね足の引っ張り合いをすることを目的としてこの動画やってるわけではないですからね えー、まあ、頑張ってほしいなと思いますけどもね一人それぞれいやこんなとこですかねねまあいろんな捉え方がありますからねそれは自由でございますはい、えー、ということでね今回のコメント読みも終わりましたけどもまあコメントの中で一部ねちょっと気持ちの悪いやり取りがありましたあの是非ね私の動画が迷惑だって言うんだったら再生ボタンを押さないでくださいね再生ボタンを押したのは誰なんですかって話なんですよ だから久保哲郎隠居 TV これは有害だからもう絶対押さないぞって決めればいいんですよチャンネル登録も解除してください私はね見たくない人に見せようと思ってるわけではないんですよでこの動画を見てあ次も面白そうだなと明日も動画を見ようかなそしたら生きる希望が湧いてきたなもう大げさに言ったらねそんな気持ちになっていただければいいかなと思ってるんですよ必ずしも、ね、特別定額給付金が出るよ出るよ出るよなんてこう一切言ってませんからね私はね出ないこと大前提ですよと。 どんなに活動しても結局は無駄に終わるかもしれませんよとでもこういう風なみんなで一緒に何かをやったっていうその事実だけは残るじゃないですかここに私は無駄さを感じてないんですよ有益なものだと思ってるんですよ、まあ、だからやってるんですよねじゃあねあのー、10代の頃少年野球一生懸命やりました今やってませんじゃあその頃やったことって無駄ですかね思い出が残ったでしょ思い出す顔があるでしょ私はそれでいいと思うんですよ人生って結局そういうもんだと思うんですよ で今でも30代40代の方が何かを一生懸命やってね50代60代のやってあの頃こんなことやったなっていう風にほろ苦く思い出すそれは人生を生きたってことだと思うんですよでもねある方のように思い出した時に気に入らないやつにこんなコメント書いてやったみたいなことが人生の喜びならまあそれはやってもらったらいいんじゃないかなと思いますけどもねはいということで本日は以上です